はい、皆さん、おこんぱんちゅは元気かしらね。今日は7月16日土曜日よ。週末でもね、伝説のおかもをお届けしていくわよ。ということで早速本日のお品書きを発表するわよ。今日はやってきました、世界ランカーとタイマン対決と、その前に皆さん、武器の世界ランカーをご存知かしらね。この画面下にランキング選んでもらって、武器を選んでもらうとね、それぞれの武器のランカーたちを見れるのよね、グローバルに。まあ、武器の世界ランカーってどういうこっちゃっていうとね、まあ、その武器を愛して、そんで極めてしまったものの証みたいなもんなのよね。ただ、この証、金バッジってね、ただの証じゃないのよ。ただバッジでもないのよ。その武器を使って、しっかりランクマッチで勝たないと、武器の世界ランカーにはなれないの。逆に負けちゃうとね、ポイント下がっちゃうのよね。これがまた酷なのよね。ということで今回は、ある武器を極めすぎてしまった男を紹介するわ。おかまかもしんないけど。その武器とは、これよ、キロボルトアクション。ほんでもってその人物とは、この方よ、シモヘイヘイ。多分日本サーバーにいる人ならね、マッチしたことあるんじゃないかしらね。ブエー、この人メタンコマックスマークルーベーと思ったらね、間違いなくこの人が確信犯で間違いだそうで。で、まあ、キロボルトアクション世界ランカー8位っていうことで、まあ、ポイントを見ていくとね、まあ、5000ポイントまでは簡単にね、貯めれんのよ。勝っても負けても溜まっちゃうからね、5000ポイントまでは、ね。ただ5000ポイント超え出すとね、勝てばまあポイント溜まっていくんだけどね、今度負けちゃうとね、ポイント下がっちゃうのよね。で、この下平平さん、どんだけポイント溜まってるかというとね、上どんどん見ていくと、5700ポイント溜まってんのよね。いや、これね、現環境でキロボルトアクション使って、ここまでポイント上げるのはね、ほんとこれね、尊敬の意を示すわね。つまりどういうことか。私の対バン相手に、ふさわしいっちゅうことよ。さ、どれだけ強いか、私がね、試させてもらおうかしらね。みんな見ててちょうだいね。私が世界ランカーをボコボコ。高評価、チャンネル登録、お願いね。さあ、タイマーやっていきましょうかしらね。あ、威圧感すごい。よし、とりあえずタイマーはね、もう先手必勝でどんどん自分にね、勢いつけてからね、こっち来るわね。来る!どえ!いや、待って、この人、エイムメタンコいいわね。ここで窓から覗いて位置確認してここで撃つ。なるほどね。これはね、結構面白そうな戦いなので、ここで絶対来る!来るからね。わかる!やっぱり来た!やっぱり来たわね。もうマックスマンライフル使いなら絶対ここわかんのよ。来るってわかんのよ。こっち来るわね。来る!あ!一人ずつね、ワンショットワンキルやからね、ちょっと格好つけていこう。おしゃれにキルしていこう。これジャンプじゃ、あんまりか。無理やね。よし、ここ、スライディングして、ここで。うおい!いや、マジか。え、待って。精度が高すぎない?ちょっと待って。ここで。キャラコンよし、エイムよし、指の扱い方よし、ちゅうことやで。わかったわ。私も本気で、言ってあげる。反射入って、反射!反射のお祭り。いや、このマックスマリフのエイム力は多分ね、負けてると思うけどね、キャラコンでは絶対勝ってるからね、キャラコン勝負していく。こっち来るわか。来るわね。ここでフェイント入れて、いや、これないよ、これないよ。ショットガン、世界ランクはキャラコン。よし、こっち来るわね。ここで見て、よし、一回行こうか。一回、見ていこう。場所確認して、伏せて、場所確認、伏せて、一回場所確認して、行こうよ。こっち、いるわね。あそこいるね。いるね。よしよし。こっちね。わかったわかった。いるわね。もうね、場所さえ把握せばね、こっちもね、こっちからこう入れて、右から行って、いや、こう来ちゃうとね、だいたいつぼねをね、絶対キルせんの。こうやって、やっぱ無理か。こうジャンプして、ぴょーんって出て、3体力で、まだまだチャンスあるよ。まだここで諦めない。ここで1点返して、追いつく。オッケー、オッケー、オッケー、勝ってる。キャラコンで勝ってる。よし、こっち来るで。聞こえてる。ゾーン入ってる。ゾーン上で入ってる。来てる。で、こっちで、こっち来る。一回当てて、当たらない。ここで、よし、分かってる。キャラコン入って、後ろ取って、来た。よし、6対6で、ゾロ目ね。よし、ここね、まだチャンスある。いやー、ちょ、待って。いや、マジでね、これで、エイム力半端ないのよね。マジで少しでも甘えたら、マジでね、これ、うん、マジで少しでも甘えたらね、ほんとね、即死なのよ。甘え、今、ちょっと待って、これはビデオ判定いる。ビデオ判定いる。待って、これ、弾見て。弾ね、目の前通ってんのよ。いや、ちょっと待って、これもう敵さんね、これリーチなんやけど、待って、これ入れる。右だ、ある。いや、反射、待って、これやばい。押してく、いる。だー!あ、泣きのリベンジ。よし、2回目ね、これ絶対勝ちに行こうよ。もうここね、もう連敗だけ避けたいところ。もうね、3度目の正直はね、通用しないからね、おかま世界道ね、ここはね、2度目の正直出していくわよ。こっちではね、いるわね、撃つ。いや、それ当たらんか。一回場を持ち直して、こっち、来るね、撃
つで撃ったよ。いやもうマジでね、このシップエントナルトでマジ読み合いがねメタンコハイレベルなんだよね。こっち置いとる。おお、神エイム、神エイム。いや待って、ここに来て伝説のガマが伝説になってない。いやほんまに、いやほんまにね、これエイム力半端ないよ。ここで、いやそこ、いやよし深刻していこう。ここいるね、反射当てて逃げるところをお尻掘っていく。よし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 、ここはこっちでね、見てしっかり詰めていって、オッケーオッケー、キャラコンで詰めていく。もうね、分かった、対策が分かったわ。キャラコンでしっかり詰めていく、詰めていく。よし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 、分かってきた分かってきた分かってきた。よし分かったわよ、この人の対策はね、ランクマンみたいにトツスナで、トツスナで行きたいところだったけどダメだったわね。よし4対3、まだまだまだ余裕はね。これジャンプちょっと決める、おしゃれ行きたい。いやダメか、こうオシャンティに決めたのよね。ワンショットマンキルやからね、オシャンティにキルしたい。こっち、うん、いやそれそれ当てんのか、マジか。ここでしょ、一回引いて、よこうやって、いやよし4対4同点、ここで点差を縮める。一回引いて、いやオッケー、どこ行った、どこ行った、読み合いね、読み合い、キャラコン置いて来ない。うわーそっちか。いやまずい、これ以上ね点差広げるとマジでまずい、マジで、ね、追いつけないからね。いる、キャラコン、いやちょっと待って、勝てる気、勝てる気はしないぞこれね。マジでね、エイム1回で外すと、おっ、ゴトゴト、これね、マジでね、エイム1回で外すと、マジで負けんのよ、打ち負けるからね。これマジでね、1回も外せない、1回も、これね、これないよ。マジで今、ジャンプ入れなかったら、マジで抜かれてた。ま、私もそうそうね、ちゃんとマックスマン使うとこ見せていきたい。ここで、撃つ、来た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 でしょ、今見たでしょ、ジャンプでショット。よし、こっち行って、リスケしていく。ここでの勝率高いからね、こっちの時勝率高い。いや、1回引いて、1回引いて。見てるね。うん、レーザー見えてる。行こう、よしよしよし、ちょっとやべえ、ほんま怖いんだよここね、マジで通るせいで怖い。いや、よし、もう仕掛けていこう。これね、守りに入ったら絶対負けるからね。仕掛けていく、絶対こっちから行く。反射もらってもいく、いや反射、今の反射、いやー固まった。ここである作戦を思いついた、よしのり。ここね、カンカン登ってわざと反射を刺さりに行く。反射もらってる時に私はね、ワンパン狙う。来るね、来るね、こういうこと。いや待って、読み合いがね、メタンコレベルだから、こっちか、いや奥やね、行ってるね、ここ、いやビンビンやね。よし7対8、いやもうどうしてもね、どうしてもジャンピングショット決めたいの、おしゃれに決めたいのよ。一回だけ決めたい、一回だけね決めたい、この世界ランクにジャンピングショット決めたい。いややばい、決められちゃう、決められちゃう、逆に決められちゃう。よしこっちですね、行こう、どこだどこだ、こっちにはね、いやいないか。いやこれねマジでね、お互いどっちもこれキルしたくないからね、一本も取りたくないからね。7対8、これね9にリーチにしたくない。8対8に持ってきたい、どこだどこだ、いないいない。いやもうほんとにね、これね足音だけが頼りだからね、もう足音しっかり追っていって、いや追ってはいない、追ってはいないけどね、読み合いでここ、いやー7対9、まだね、まだよ、まだ岡本はね諦めない、絶対諦めない。ここで一回引いて、一回引いて、反射やったけど一回引いて、いや本当にね怖いんだよ、あと一本取られたら負けちゃうから。おしおしおし、来た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 、余裕見せたね、隙見せたね。8対9、これ勝つよ、勝ちに行くよ、甘えてきたらねやるよ、絶対やるよ。こっち来る、いや来ないか、いやー危ね危ね、いやマジ今ね敵の姿が見えなかったけど、マジドアチャスター、これ上から攻める、上から攻める、思い切っていく、行くしかない、行くしかない、やったー。ということで今回の動画は以上よ、高評価チャンネル登録お願いね、バイバイキーン。